歌舞伎町。歌舞伎町は東京都新宿区の町名。現行の行政地名は歌舞伎町1丁目及び歌舞伎町2丁目。全域で住居表示を実施している。郵便番号は160-0021。歌舞伎町は東京都新宿区に位置する。飲食店、遊戯施設、映画館が集中する、観楽街である。明治通り、東、安国通り、 南、JR 中央線、西、植安通り、北に囲まれた範囲。ただし、花園神社敷地とその南北の一角は除くに位置する町である。鉄道の場合、新宿駅、JR 高く線東口、あるいは西部新宿駅が最寄り、都営地下鉄大江戸線なら、新宿西口駅か東新宿駅が近い。新宿駅東口から北に向かっていくと、 ドンキホーテ本店前の大きな通り、靖国通りにぶつかる。これを越えると、歌舞伎町である。歌舞伎町一番街、劇場通り、中央通り、セントラルロード、桜通り、西武新宿通り、東通り、区役所通りなどがある。西武新宿駅で降りれば、目の前が歌舞伎町になる。街の中には、漫画喫茶、居酒屋、キャバクラ、ホストクラブ、ラブホテル、 パチンコ店などが立ち並んでいる。眠らない街と呼ばれ、深夜になってもネオンで明るく人通りも多い。ドン、気泡手前、セントラルロードに多いスカウトやホストによる、キャッチ、怪しげな客引きやポン引きなど、合法、非合法を取り混ぜて、歌舞伎町独特の雰囲気があり、東洋一の歓楽街とも言われている。歌舞伎町には一丁目と二丁目があり、 おおむね花道通りを境にした南と西部新宿駅周辺の一角が歌舞伎町一丁目、北が歌舞伎町二丁目である。西寄りに近年まで工業街であった一角がある。東の方へ向かうと新宿区役所があり、区役所通りを渡ると新宿ゴールデン街がある。裏通りには飲食店や性風俗店、アダルトショップなどが密集している。 西部新宿駅ビルの複合ショッピング店舗のほか、近年、大手ディスカウントチェーンが進出したが、安国通りを隔てた新宿3丁目に比べ、物販店は少ない。西寄りに、東京都保健医療公社大久保病院、ハイジア、東側にはラブホテル街が広がり、区役所通り付近は、クラブ、ホストクラブなどが多数あるが、1丁目と違い表だって、 西風俗店は見当たらず、食安通りと明治通り沿いは、オフィスビルやマンションが立ち並び、繁華街、歓楽地の様相は、全く感じさせない。同じく食安通り沿いには、通りの名前になった、ハローワーク新宿の歌舞伎町庁舎、市雇用者側の求人などの受付窓口で、雇用保険の失業等給付や、給食相談は、西新宿庁舎で行うがあるほか、 都内有数のコリアタウンである大久保に接していることもあり、韓国料理店や食品スーパーなどがある。大部分は新宿区発足前には旧与土橋区に属した地域、三考町は旧四谷区である。もともとは大久保の名の由来となる久保地の湿地帯と元大村藩主大村指定があったところで、明治以降は鴨場となっていた。当初は角のはず村、 1889年からは、淀橋町に属した。当時の地名は、自住人町、あざやば。1893年、淀橋バ上水場建設に伴い、残土で、鴨場の池が埋め立てられ、造成される。1920年には、東京府立第五女学校、現在の東京都立富士高等学校、付属中学校がこの地に開校。 学校を取り巻く周囲は、歓声な山の手の住宅街として、大臣や軍人の邸宅もあり発展していった。1932年、東京市淀橋区に編入され、市街化が進んだ。1945年の東京大空襲で一面、焼け野原となったが、第二次大戦後、石川栄養や鈴木喜平らによって、現在の歌舞伎町一番街付近に、 歌舞伎の演舞場を建設し、これを中核として芸能施設を集め、新東京の最も健全な家庭センターを建設するという復興事業案がまとめられ、この都市計画から計画担当者の石川栄養の提案により、新しい町は歌舞伎町と名付けられた。結局、財政の面などから、この構想は実現せず、新宿駒劇場が建設されるにとどまった。 1952年には西武新宿駅が開業。西武新宿線は新宿駅東口に乗り入れる計画だったため、床が板張りの仮駅であった。1960年代も半ばになると、各種飲食店、映画館、ボーリング場、サウナ、バッティングセンターに加え、ラブホテルやトルコ風呂といった施設が目立ち始めるようになっていった。1977年には、 現在の西武新宿駅ビルが完成し、新宿プリンスホテルと西武新宿ペペが営業を開始した。西武新宿線はバブル期に新宿駅東口乗り入れ計画が再び浮上したものの、歌舞伎町商店街振興組合や新宿サブナード、新宿地下駐車場株式会社等の反対やバブル崩壊などの影響もあり結局実現しなかった。 現在西部新宿駅は1日約18万5000人の乗降客があるターミナル駅として機能している。旧新宿駒劇場付近は中心の広場を複数の映画館が囲む形になっていたが、2008年以降閉鎖する映画館が相次ぎ、2014年12月31日に新宿東急文化会館内の映画館、新宿ミラノ座が閉館したため、 町内の映画館が一旦、すべてなくなったが、2015年4月17日、新宿駒、劇場跡地にシネマコンプレックスの東方シネマズ、新宿が開業した。東洋一の観楽街と言われてきたが、現在では、様相はさらに変容し、3000軒を数えるバー、キャバレー、ラブホテルなどが密集し、欲望の迷宮とし、外国人労働者の新祖会等とも評されいる。 歌舞伎町は世界でも有数の夜の盛り場に数えられていて、近年では中国や韓国からの観光ツアー客も多く、昼間はよくツアーコンダクターが導く姿が見かけられる。歌舞伎町は第二次大戦の戦災復興の時期に誕生した。2017年、平成29年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。安国通りの歌舞伎町、新宿五丁目停留所を利用できる。安国通りに並行する新宿通りを経由する路線では、新宿駅東口停留所が最寄りになる。下記のすべての路線が、新宿駅西口を発着する。2000年代に入ってからは、生活安全条例の制定や、 パトロールの強化など取り締まりも厳しくされ2002年2月には50台の防犯カメラが設置されて話題を呼んだ実際犯罪がかなり減少し効果が見られたとされている2001年9月1日に起こった歌舞伎町ビル火災は死者44人を出し防災や人権などの問題とともにマスコミや世論を大変にぎわせた裏社会では指定暴力団 住吉会住吉一家教皇牧会の縄張りとなっており、稲川会や極東会、松葉会等の在京組織の参加団体も拠点を置いている。約120カ所の暴力団事務所があり、推定で1000人の構成員がいると言われている。80年代から90年代にかけて、台湾や中国の黒社会による窃盗。 賭博及び抗争が取り沙汰されるなど、歌舞伎町における不法滞在外国人の組織犯罪も多かったが、これは2003年に東京入国管理局の出張所を歌舞伎町に置くことにより不法滞在者の摘発が進み、大幅に減少した。それ以前、不法滞在摘発者は主に中国、韓国、タイロシアが75.6%を占め、13カ国に上った。 さらに、西アフリカ出身のナイジェリア人グループらが大掛かりで、泥水客からぼったくりを行う問題も見られる。2004年ぐれに、東京都知事、石原慎太郎の招聘で就任した、警察庁出身の副知事、竹花豊の主導により、歌舞伎町浄化作戦が実施され、店舗の摘発が積極的に行われた。この際に、性風俗店。 アダルトショップなどが閉店を余儀なくされ、2005年に竹花が出港解除により警察庁へ復帰して、以降も警視庁の威信をかけた重点摘発が続けられている。また水面下では以前から討議されていたものの、2004年後半には大規模再開発と暴力団追放等を目的とした歌舞伎町ルネッサンス計画の第1回会議が公開の場で開かれた。 2005年4月には、途上例の改正、通称、客引き禁止条例が施行され、歌舞伎町ルネッサンス計画開始を宣言するイベントも行われた。それでもなお、歌舞伎町には違法な客引きが横行している。西風俗店の客引き自体が、途上例で2005年4月以降禁止されており、それを無視して行うのはぼったくり。 同活で金品を要求する悪質な方であり、絶対についていってはいけないという啓発も、歌舞伎町商店街振興組合によって行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。